はいどうも、こんにちは、こんばんは。ラウンズフィッシングでございます。久々のフィッシング、そして2019年、初釣りのフィッシングとなっております。まあちょっと雲ね、まあ天気的には分かりづらいんですけど、曇ってる上、もうちょっと午後2時を回ってまして、ちょっと時間があんまないんですけども、ちょっとだけでもね、ちょっと初釣りに行きたいなーって考えててね、やっとちょっと時間がね、あったので、こちらの方に来てみました。ここはですね、まあちょっと周り見て分かりづらいと思うんですけども、こんな感じで、見る人が見るなら、見れば一発で分かる、大分県佐賀の関の、小黒の地磯にやってきております。はい。ちょっと奥の方ね、あの向こう、この岩を越えた向こうも好きなんですけど、まあやっぱここが一番自分はね、好きですかね。で、パン粉の跡とか結構あるんで、まあコッパ系が釣れてるのかなーっていう印象ですね。はい。今日の巻き絵なんですけども、このこれ、ちょっとわかりづらいですけど、ジャンボスね、赤身が、これ何角 ?4 分の1角半、一角4キロじゃないですか。赤身とかジャンボは。それの半分の半分になっております。だから、お店の表記で言うと16分の1っていうんですかね。でございます。で、こちら、V9 特用が、これいつ使ったかわかんないやつなんだけど、半分はちょっと入ってないかな。4割ぐらい入ってますね。はい。で、あとは、パン粉2キロと。これでまあ3時間分は十分あると思うんで、こちらをね、混ぜていきたいと思います。はい、とりあえず巻き絵を混ぜ終わりました。もう2時半ぐらいやってんじゃないのかな。はい。で、今日のタックルでございます。どこ？ガマイソエリネスの1号47でございます。個人的にですけど、今日初おろしの竿でございます。そして、リールハイパーホース、C2000DXG に、ミチートはワールドプレミアムの1号でございます。はい、とりあえずこれで、タックルを組んでいこうかな。はい、思ったより風が吹いてますねっていう感じ。吹いてるなぁ。やりづらそう。はい。まあそんなところで、とりあえずね、ちょっとタックルを組んでいきましょうか。浮きはですね、今んとここれを使おうかと思います。パンサー TT かなの005に、直結ですね。直結をして、で、ハリスはシーガーエースという、エースだったっけ？エースか。エースの1号という、ちょっと前の、スプールのやつですね。これを一拾取って、とりあえずやろうかと思います。ここのグレーは結構こうバーって浮いてくるんで、浮いてくると、サルカンつけてると浮き止めっていうか、さっきのストッパーね、塩気のこの、これが移動できるのは限界が来ちゃうんで、もう最初に直結をしておくと。はい、そういう感じになっております。はい、こんな感じで、ぼちぼち針をつけてやっていきましょうか。はい、楽しみでございます。
はい、現状ちょっとアジゴが多いですね。大分でいう前後です。アジの小さいやつが非常に多いです。ちょっと回避できないかな。もう遠投と分けようがね、もう遠投は遠投で、まあ、あいつ足速いですからね。で、上のカメラで映ってるかわかんないけどね、こっちのカメラで映ってるかわかんないけど、まあ、足元に巻くと、もう、アジゴがブワーってこう海の色が変わるほど湧きます。だからここに来るのがちょっと遅かったかなっていう。もし早かったらね、コッパの方が強いんで、あれなんですけど、ちょっと来るの遅かったですね。いつも11月ぐらいとか来てたんで、まあ、余計に遅く感じてますね。はい、で、ちょっと浮きを変えようかなと。もうちょい浮力があるやつに変えて、様子を見ようかなと思います。もうちょっとね、浮きを浮かせて、一回当たりがあると、そのまま浮きがバーってね、ギリギリの浮力が、ね、沈んじゃうので、ちょっとそれで若干浮力を持たせようかなと思って、ちょっと岡田浮きに変えようかなと。こっちは見えやすいし、ね、ちょっと今曇ってるんで、今つけてるピンクが 見づらい。ほとんど塩気で当たりは取ってるんだけど、多分味声はほとんどなんだよね。なんだろう、走り方が横に走るっていうのかな。ホッパーはどっちかっていうと、こう、食い上げて食い下がるから、当たりが下に出るんですよね。この、なんだろう、この塩気がビュってこう、こっからこう下に行く感じが、味声は横に行くんですよね。多分味語だろうけど、まあちょっとその辺はまあちょっと今厳しいかな厳しいかなと思いつつ、まあなんとか、一匹は一番最初に釣ったんだけど、まあちょっといろいろこう考えながらやってみようと思います。はい、ということでもうどれぐらいやってるのかな、今15時51分でございます。アジがすごい、めちゃめちゃすごいです。おそらくどんだけ遠投しようが、もうなんだろう、コッパの活性もすごく低くて、目の前で巻いても1匹たりとももう見えないんですよ。なので相当活性が低くって、アジの活性がすごく高いと、いった状況でございます。風がなくなってね、少しはこう釣りやすくはなったんですけど、まあ、といってもね、アジがすごいです。さっきね、上の画面っていうかカメラで映ってるかわかんないけど、さっきね、もう目の前で針だけ、餌をつけずに針だけで、こう、マッケンのところにこうやって流したら釣れるかなと思ったら、アジ釣れましたね。
だから下にバーってなんか黒くいるのは確実にもうあれアジですね。あん中にアジンク突っ込んだら多分相当釣れるんだろうねとかまあ思いつつ、ちょっとさっきやってみたんですよ。とりあえずカメラで一回見せた方がいいか、どれぐらい味がいるのか。まあここ来たことある人ならわかると思うんですけど、まあ大体磯の真ん中ね、右の方にちょっと人がいるんで映せないですけど、もうこれ足元ね、足元今は何もいないです。はい、巻きますね。はい、巻きますと、はいはいはい、来ました来ました。これね、カメラでどれぐらい映ってるかわかんないけど、このなんて言うんだろう笑いが出ちゃうよね。この海の色が変わるほどに、これいるの全部アジですね。全部アジです。びっちゃ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 、夏ですかみたいなね。これにさっき針だけね、餌なしで針だけつけたら、いっぱいアジが寄ってきたと。はい、わかる？ここほら、はいはい、湧いてきた湧いてきた、うわーっと湧いてきた。はい、もうアジ語ですね。大分で言うと前後です。はい、まあ大体15から20ぐらい、20はないですかねっていう集団ですね。これだからサビキだったら相当釣れますよこれ。はい、見てこれやばいだろこれ。ズームしたら映るのかな、ちょっと画面上で見ると分かりづらいんだよ。これ次も分かりやすいかな。今かなりズームしております。どうですかね、これ映ってんのかね。モニターで見ると一応見えるんですけど、これ全部アジです。はい、はい、こんな感じで、ね、海の色が変わるほどいますね。まあこんな感じで海の、まあ、手前はこんな感じかといって、遠投してもやっぱアジは、まあ、ここ手前にいて沖にいないわけがないから当然たくさんいるって感じです。もう巻きをね、遠投して巻くと一瞬いいんだけど、ちょっと一歩遅れて海面がパチャパチャパチャってなるっていう感じなので、足が速いんで手前から行ってんのか、沖から来たのが手前に来てんのかわかんないけど、さっきからね、前後を沖で食わせって言ったら食うじゃないですか。でそのままずっと放置してるとアジがね、だん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 こう手前に寄ってくるんだよね。ですぐ目の前のちょっと水深どのぐらいだろうな、4メートルぐらいのとこでなんか停滞してるみたいな感じが多いですね。だからまあその何だろう、道とピンって張ってるから沖に行けないっていうのもあるかもしれないけど、なんかあんまりこう沖にバーって走っていくっていう感じじゃなくて、食ったままやってるとちょっと手前にこうやっくる感じっていう、うん、まあこれは分かんない、ピンと張ってるからそうこうね、自然とこう潜ってこうなってるっていうのはあるかもしれないけど、なんかあんまりこうここから離れるっていう感じではないですね。はい、でまあ今ね、自分何をしてんのか、ね、もう黒いないほぼいないと思います。多分超うまい糸なら多分これをかわして釣るっていうことも可能かもしれないけど、おそらくかなり難しい状況なので、今本当実際何をやってるかっていうと、まあ、手前に巻き絵巻いて、で沖に巻いた巻き絵に綺麗に仕掛けを入れるっていう練習をしてるだけでございます。もうかましようがないんで、自分の力でとりあえず無理なんで、こんな無理ですよ、うん、だから巻き絵のね、こう場所はランダムに、ある程度ランダムしながら、そこの巻き絵のところにピチャッとこう仕掛けが飛ぶようにっていう投げの練習をしてるっていうところです。でまあもう4時なので、あとまあ1時間ぐらいちょっと軽く練習し終わったら、片付けて帰ろうと思っております。それまでにね、来ればいいんですけど、ここいつもね、コッパがバーって湧く時期、10月11月とかそういう時期だったとしても、夕方ね、4時5時ってなるとやっぱこうやって、こう変わんないですよ。前後っていうのかな、この味がブワーってやっぱ夕方から入ってくるんで、それまでが勝負なんですけども、今日来た時点でいたので、もう実際のところもうちょっと、ね、黒ついてはないっていう状況でございますので、まあとりあえず練習だけして、練習をするだけしてね、せっかく来てるから練
ちするだけして帰ろうかなと。これね、あとまあ潮がバーッと変わったとしてもね、このアジはずっと大体こう停滞してるんですよ。もうこう結構通ってるんで、なったら難しいと思いますので、とりあえず練習だけ頑張ります。ということで、16時50分になりましたので、片付けたいと思います。あと懐中電灯を、ね、持ってくるのも忘れたっていうのも一つある。まあ、iPhone で、ね、照らしながら片付けりゃいいやっていうのもあるんだけど、もう暗くなる前に車の方に戻っておきたいかなと思います。結構いつもならギリギリまでやったりするんですけど、いや本当ね、もうコッパがね、何にも見えない。もうどこまで投げても、アジのこのピチャ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 してる波紋がね、出るので、まぁ、ちょっとね、いろいろタイミングずらして、なんだろう、やったりとかこう、ちょっとね、まぁ、軽から外してやりましたけど、まぁ、ちょっといまいちこう、なんだろう、黒の、こう、なんか、黒っぽいっていうのかな、がちょっとわかんなかったでございます。さっきね、多分よく見に来るおじいちゃんっていうのかなが、こうちょっと来たんですけど、おとといに、なんか40ちょっと超えるぐらいの黒は釣れたらしいです。ただ、深瀬じゃなくて、握りっていうのかな、なんとかって言ってたけど、要はパン粉重宝だね。パン粉を団子にして投げて釣るっていう、そういう釣り方で釣れてたらしいです。もうとても振り上げるとか、そういうなんかちっちゃいやつじゃなかったら、網ですくったわーっていう話をしてましたけど、それぐらいなのがやっぱいるみたいですね。ただでもね、あれだってすごい遠投して、一本半ぐらい入れてるのかな？一本が一本半とか、それがね、深くこう入れてるので、まぁ、ちょっとそこまで、ね、届かないです。70、80メートルとか多分ね、ちょうど遠投して釣ってる方なんで、こんな感じで、一応一昨日は出てたらしいですね。はい、ということで、まあ、とりあえず手前はもう全然もう黒がいない状態で、まあ、潮変わったりでもね、暖かくなるとちょっとまた変わるかもしれないですけども、まあ、これだけアジがいるってことは多分青物もあまり回遊してないし、イカもあんまりいないのかな。今年アオリイカ置いてあんまり全然効かないんですよ。今年はちょっと違うなんか海の状況だなっていうところですね。まあ、そんな感じで、とりあえず暗くなる前に片付けたいと思います。はい、ということで、車に戻ってまいりました。荷物もね、乗せたところで今から帰ろうと思います。いや本当ね、今日はもうここまで味いこうっていうのかな、前後がいるとはまあ思わなかったです。ここまでね、まあ、もしかしたらちょっと違う場所に行ったら、また違う状況かもしれないですけどね。まあでも次回はただ血抜か行けたら世の音の磯の方に行きたいなと思っております。はい、そんなところで今日は残念ながら、まあ一応グレは1匹ね釣れたんですけども、最初だけね。はい、まあそれっきりでございましたけども、まあ次回ね、また、釣り頑張りたいと思います。ということで、今回ご視聴ありがとうございました。また次回頑張りたいと思います。じゃあねー。